これから縄文館の推し点。推し点とはこれから縄文館の一押し展示品を紹介するコーナーです。これから縄文館学芸員の山田隆弘です。よろしくお願いします。今回私が紹介するのはこちらです。こちらは芋貝醸造製品と呼ばれる粘土で作られた焼き物です。今から約3000年前の縄文時代晩期のこれから中遺跡から見つかりました。中央には穴が開けられており、右巻き左巻きのものがあり、それぞれの螺旋の太さにも違いがあります。また裏面は丸くきれいに整えられております。芋貝を横に切った見た目や芋貝で作られたペンダントに似ているということから、その名前が付けられました。こちらが実際の芋貝の貝殻になります。芋貝は暖かい海に生息するという習性がありまして、当時縄文時代晩期の冷たい東北の海には生息していなかったと考えられており、南方との交流によってもたらされたと考えられております。よく見ると白くなっている部分がありますが、実はこれは白色の粘土で化粧をし、本物の貝殻の色に似せようとしているものです。こういったことから、手に入らない貴重なものを苦労して作るといったことや、形だけでなく色まで再現をするという縄文人のこだわりが見て取れる資料となっております。土器土偶だけでなく、今回紹介した芋貝醸造製品の他に様々な展示品がありますので、じっくり楽しんでください。